厚生労働省の担当職員さんと、PMDA の方も来られていたんですか、あそこは。はい、いました。あとは、その超党派議員連盟の議員さんと、はい、あとは、先生方が何名か、小島誠二先生とか、はい、井上正康先生も見えましたね。はい、そこに、堀内先生も、同席されていて、はい、最後にズバッと、切り込んでいただきまして、ありがとうございます。はい、あの時ちょうど、厚労省が、因果関係の評価にアルファ、ベータ、ガンマって3つに分類してるんですけれども、アルファって因果関係が否定できない、因果関係があるっていうのがアルファなんですけど、初めて一件、そのアルファに分類された症例があって、そのアルファに入った症例と他の症例が何が違うのか、うん、他の症例も似たような症例があるはずなのに、ほとんど全部ガンマに情報不足のために評価不能っていうところに入れられてしまってるけれども、じゃあそのアルファに入った症例と、ガンマにずっとそのままである症例と何が違うんだっていうことを説明してもらおうと思って、そこを追求しようと思ってたんです。疫学的に因果関係を評価するときって、いくつかアルゴリズムがちゃんと世界で使われている、共通で使われているアルゴリズムがありますよね。まあ、有名なのは WHO とかターナー先生のですけど、そういうのはなくって、そういうアルゴリズムはなくって、その専門家の先生方にの評価を、とりあえずその評価に、アルファベータガンマにされているということの認識でよろしいですか。厚労省の方も、PMDA の方も、その違いは何ぞやって聞いてるのに、はっきりおっしゃらないんです。で、繰り返しおっしゃられてたのが、医学薬学的に総合的に判断してしかおっしゃらないですね。うん、はい、そのアルゴリズムについて、その時間的な要因だったりとか、あとは、医学薬学的な観点から、その、条件というか、その医学薬的な観点から評価するとか、そういうアルファベータガンマのアルゴリズムについては部会資料でちょっと公開しております。いやいや、そうじゃなくて、そのアルファベータガンマのところに入れるためのアルゴリズムがあるはずですよね。はい、その評価するためのアルゴリズムが、でそれは皆さん、その専門家共通に認識されてらっしゃるのか、それとも専門家の方が独自に評価されてアルファベータガンマに入れられてるのかっていう。だからじゃあ共通のアルゴリズムは特にないっていうことですね。そのアルファベータガンマに入れるためのアルゴリズムが、基本的な考え方としては、我々コミュニケーションを取っていく中で先生方と一定のコンセンサスはあるものだというふうに思いますけれども、最終的にはその医学的な判断、薬学的な判断というのがありますので、もちろん先生方によって少しこう幅があるというのは、事実かなというふうに思います。じゃあ共通した基準のものがないという認識でよろしいでしょうか。どのようなものをアルファベータガンマとするかという説明については、その先ほど申し上げましたように、具体の資料にも書いてございます。そのためのアルゴリズムは共通の、皆さんが共通ですか。ただそうしないと全ての症例を共通にというか、なんていう、平等に判断できないですよね。変な話、当たった先生、その評価をする先生によって評価が変わってくるということですよね。そうなっちゃうと、そういう意味で質問させていただきます。どのようなアルゴリズムを示しても、その、幅というのはやっぱり出てくると思います。そうですね。なので、その範囲で、今我々が示しているアルゴリズムの範囲で、それぞれ判断、医学的、医学的知識を元に判断をされているということなので、そういうふうに考えております。わかりました。共通のものはないということです。だから、その医学薬学的に総合的に判断するのはわかるけれども、その総合的に判断する前の段階で、ここにちゃんと基準があるはずでしょっていう話をさせていただいたんですけど、で、私はこの間聞いたのが、こういうアルゴリズムとか、こういうステップ、ちゃんと標準的な基準となるステップがあるんですか、アルゴリズムがあるんですかって聞いたんです。あるかないかで答えていただきたかったんです。あるならある、ないならないでいいんですけど、ないと困るんですけど、別に WHO のこの基準を使わなくてもいいし、日本独自のものがあるならそれでいいんですけれど、そういうのちゃんとあるんですかって、そういうの使ってるんですかって聞いたんですね、私。ところが、彼らの答えが、
医学、薬学的に総合的に判断してしかおっしゃらないです。うん、はい。なので、おそらくないと思います。示さないまあ、多分ないような感じでしたよね。うんうん、要は、こういうものがないと、うん、その医学的に総合的に判断っていうものが、その判断する人の感覚によってかなり偏ってきてしまう可能性が出てくるということですよね。そうですね。評価に当たった専門家の知識レベルとはまだ言いませんけれども、うん、その専門家の意見が反映されてしまうので、すべての症例を平等に評価できないということになってしまうんですね、うん。基準がなければ、後から検証することもできないんですね。はい、なので、こういった基準を設けることはとても大事で、あるんですよ。ちゃんとこういうグローバルスタンダードな基準が。うんうん、だから、それを私聞いたんですけど。なんかちょっと見当違いな回答を最初ずっとしてましたよね。質問に対してきちんと回答しないというか、アルゴリズムっていうものはいないのか。アルゴリズムの意味は多分理解されてると思うんですけれども、うん、結局 PMDA という独立法制、行政法人が、まあ、契約というかしている専門家の先生の中から2名を選んで、こう、依頼をして、そこで、こう、評価をしているという状態ですよね、うん、今。そうなんです。その2名を選んで、その2名の、うん、が一致したら、それを評価。うんそのまま。もしこういう評価基準がないんであれば、なんでみんながみんなガンマに、情報不足等により、評価不能に 99.何% が入れられるのかっていうのが、それもそれで不思議ですよね。言っていいのかな？ぶっちゃけ、ぶっちゃけ言いますと、はい、ぶっちゃけ、ぶっちゃけ大丈夫ですか？もう言ってください。情報不足にするのが一番評価としては楽なんです。あー、なるほど。例えば私が評価するとしたら、はい。もう、ものすごい大変なんです。ステップに従って、アルゴリズムに従ってやるのって、はい、すごく時間がかかるし、すごく大変なんです。いろいろ資料も調べなきゃいけないし、いろんな論文読まなきゃいけないし、すごく大変なんです。はい。だけど、情報不足にしてしまえば、私楽ですよね。って思うんです。逃げ道が確保できますよね。実は、予防接種救済審議の、はい、審議員の中の先生と、副反応審議会の審議員で、はい、両方重なって兼任されている先生がいらっしゃるんです。そうすると、予防接種救済制度の方で因果関係が否定できないって言って救済を認めた例は、副反応審議会の方でももう一度見直さなきゃいけないはずだと思いませんか？ところが、兼任されてる先生がいらっしゃるにもかかわらず、副反応審議会の方では一切そういうことが話題にならないんです。それもおかしいと思ってます、私。本来だったら、承認審査の審査員と、だから副反応を審議する審査員と、だから、救済する審査員って、独立してなきゃいけないと思うんですね、本来だったら。だけど、あちこち兼任してらっしゃる先生がいらっしゃるんです。もちろんアドバイザリーボードもそうですけど、兼任してらっしゃる方がいらっしゃるんです。にもかかわらず、あっちはこう、こっちはこうってなってるのが、消せないです、ね。確かに目的は違うんですけれど、各委員会のその目的は違うし、副反応報告と予防接種救済のその目的は違うけれども、アルゴリズム的には同じようなアルゴリズムを使うはずなんです。ですね。予防接種救済の方で、因果関係を評価するときも同じようなアルゴリズムを使わざるを得ないはずなんですよ。そうじゃないと、平等に、本当に平等に評価できないので。だとしたら、予防接種救済制度の方で救済された方に関しては、私は、今一度、同じ症例が、副反応報告でも上がってる症例があるはずですから、もう一度副反応報告の方で上がってる方の症例を見直すべきだと思いますね。うん、まあ、堀内先生がね、その、アルゴリズムで突っ込んでおられる勉強会の動画は、はい、もう素人の僕が見てても、もどかしい答えというか、違うのに、どんなに言っても、同じ答えしか
うん、帰ってこなくて、私はだからって言っちゃいました。基準と言いますのが、そのアルファベータガンマのアルファベータガンマの出る時の基準です。だからアルファベータガンマの判断をするための基準があるはずですね。アルゴリズムなり何か基準があるはずですね、うん、まあでもあの人たちも、まあ、た立場上ね、いろいろわからないこととか言わされてることとかもあるから、その担当者を責めるわけじゃないんですけれども、うん、でもしかすると、そうそう。で、もしかすると、うん、実際に評価をされてるわけではないので、はい。もしかすると実態をご存じないのかもしれない。可能性はありますよね。うん。それは、真相はわからないですけれども。